はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。4時40分ですね。11月の13日でございまして、ドルウォンね、ちょっと頑張ってますね。1322まで戻しましたよ。1325一瞬超えてましたけどね。まあ夕方になって出動でございましょうか。これからもうすぐ夜の部でですね、また1週間ですね、行きましょう。その他ドルウォンは 151.70 とじわーっと円安になってますね。はい、香港プラス99でまだやってますね。はいはい、本題はお隣でございまして、これは昨日のワウコリアというサイトに出た記事でして、韓国の大気汚染による死者数 OECD 平均の 1.5 倍。韓国ってそんなですね、大気汚染が強いというイメージないんですけどね。中国はね、むちゃくちゃですけど、ちょっと読んでみましょうか。経済協力開発機構 OECD がこのほど公表した統計によると、韓国の大気汚染による死者数2019年基準は、人口10万人あたり 42.7 人。そんな死んでんの？OECD の平均同 28.9 人より約 1.5 倍多かったと。ここ20年の死者数は OECD 加盟国の大半で減少したが、韓国や日本など7カ国は増加したことが分かった。大気汚染による死者ってどうやって測るのということですけどね。大気汚染による死者が最も少なかったのはニュージーランド 6.3 人、次いでスウェーデン 6.5 人、フィンランド 7.6。 なんでこれ肺の病気で亡くなった方をカウントしてるんですかね。大気汚染は環境を脅かす主要因になるだけでなく、呼吸器など人体に悪影響を及ぼす。OECD は大気汚染による世界の年間死者数は2060年までに600万から900万に達すると予想している。年間600万とか900万とか、そんなのあんの？いや、よう理解できないですけどね。一方、韓国では同期間に死者数が 20% 増えている。韓国以外に増加している OECD 加盟国は日本 30% 増、コスタリカ 24% 増とかいろいろありますけど。OECD 加盟国ではないが、経済成長は著しい。インド 97% 増、中国 58% 増、インドネシア 43% 増と。なんかようわからん記事ですけども、この写真が載ってましてね、ソウル都心というですね、連合ニュースの写真ですけど、確かに、あれ、スモッグがかかっていますね。一時ね、北京がもう前が見えないぐらいにスモッグがかかってどうしようもないというのがありましたけどもですね、あれは今はだいぶ解消されたように言われていますね。中国がなぜあそこまでもですね、核も電気自動車 EV の導入に熱心なのかということはですね、一つの理由がこのあれですね、大気汚染なんですね。中国製の車というのはですね、もう大気、あれですね、排気ガスの基準が日本製よりかなりですね、甘いわけでして、車が行さん走るというのとですね、あとは石炭の火力発電所ですね。まあ日本も石炭燃やして、火力発電してるんですけど、日本は世界一位ぐらいですね、どう言いますかね、空気を汚さない、石炭火力発電の技術があるんですね。の場合、中国ってそういうことあんまり考えてませんからですね。ガンガン燃やして、ガンガンこう、大気を汚染すると。そうするとですね、もう前も見えないぐらいに大気汚染になって。まあ、ただしかし、ピークは超えたというふうに、私は理解しているんですね。で、あと、その中国からですね、この、黄海という黄色い海ですね、あそこを渡ってですね、排気ガスが、PM2.5 と言われるものらしいんですけど、それが韓国にやってきてるわけですね。でソウルなんて割合ですね、その海に近いわけです。で、それがですね、韓国の空気を汚してるんちゃうかというふうに、言われてるんですけども、お隣というのはね、中国に対してはね、何も文句言わへん。強気に弱くって、日本は弱くはないですけど、日本には強くというですね、日本にはもう偉そうにしまくるんですけどね、怒鳴り散らすんですけども、もう中国に対してはシュンとなってるんですね。で、ほとんど文句を言わない。
たまに文句を言うと関係ないよ俺はって言われてそれでおしまい、じゃがましいやって言われてはいおしまいというのがですね、大人でございまして、まあそれはそれでいいんですけど、このですね、中国ちゃうけど、そのお隣でですね、人口10万人あたり 42.7 人って、これソウル連合ニュースっていう向こうの共同通信みたいな会社のところから引っ張ったニュースなんですけど、10万人あたり 42.7 人といえばですね、東京ではですね600人とか800人ぐらいがですね、大気汚染のせいで死んでるのかという話がありますねそれはなんかようわからんけど、要はあれでしょうね、特定の病気、死んだ人のあれですね、特定の病気を指してるんでしょうね、肺がどうしたこうしたという、呼吸器の肺にこの何て言いますかね、何かがこう PM2.5 みたいなのが溜まって異常を起こして亡くなったという人のカウントでしょうね。それが日本もさ少なくはないわけですね。日本何人って書いてあるかな。日本は 30% 増って何人とは書いてないですね。あのね、人がどうやって何が原因で亡くなるかってね。あのね、日本の場合ってね、死亡診断書にね、心不全って書いてあることがほとんどなんですよ。今は改善したんかな。というか、心不全って単純に心臓が止まってるって話だって。診断でも何でもないやんって。そんな僕らでもわかるやんみたいな。そういう書き方しかしないんですよ。で、よくがん保険をね、下ろすのにね、がんって書いてなければ下りないんですよ。だから先生ガンって書いてえなって言うたら書いてくるらしいんですけど、医者ってねそういうこと書きたがらないんですよ。自分の患者が亡くなったなんでかって言うと、もしかして間違ってたら自分の責任でしょ。まあそのまま焼いてしまえば分からんですけどね、でも心不全って書いておいたらどんな病気でもどういう死因でも OK なわけですよ、心不全、心臓止まってますだからですね、多分今でも日本のですね、死亡診断書の大半は半分以上ぐらい心不全で書くんちゃいますか。そうしたら分からへんやん実際もっとおるか分からへんやん。で、他の国ってそこまで書くんですかね。だからどうも私はね、こういう国際機関のですね、こういう調査結果とかってね、なんかそのままね信用する気にならない。国際機関ってね、要は各国から金集めてですね、それで運営されてるんですね。で、こう、なんていうか、世の中の役に立ってる、世界の役に立ってるというようなことを常にですね、プレゼンしとかなあかんわけですよ。プレゼンテーションを。だからこんなデータをですね、出して発表しては、僕らもちゃんと仕事してんで、ちゃんと教室金出してな、お金出してなって言うてるというふうにしか思えないようなデータって結構あるんですね。僕なんかそういう疑いの目で見てますんで、あんまりふんって見てるんですけど、お隣さんってね、そういう権威に弱い。国際機関とか国連とかそういうものに弱い。ああいうものはきちんと機能してると、賢い人が運営して機能してるというふうに思ってはるんですよ。まあ、それはそれでいいんですけどね、別に。なんて言いますかね。だってあいつらだって別にね、特別優秀なわけでもね、特別賢いわけでもなんでもないですよ。まあ、ただ日本人であればね、英語は使えるとかね、そういうところあります。私、この前で久しぶりに、30年ぶりぐらいにですね、大学の時のですね、同級生と会ったんですけど、その人もどうでしょう、30年ぐらいはずっと国際機関にいたはるんですよ。2つか3つ渡り歩いてるんですね。で、別に彼女何かの専門家、経済の専門家であるとかそういうことはないんですね。労働の専門家であるとかそういうことはないんですよね。ただまあ英語は学生の時から流暢にネイティブ並みにお話になってたわけでして、で別にその素晴らしい仕事ぶりをしているようには見えなかったんですけど別に普通の人ですよ。別にだって僕の同級生ですからね、同じ大学に行ってたわけでして、でお話ししてみてですね、そんな30年前も今も変わりませんから基本的に。切れるわけでもないし、切れっきれなわけでもないし、普通にはーんって喋って、おいしいね、これとかで食べてるわけだって。そう。それで、
別に私もサラリーマンやったサラリーマンやしみたいなって言ってますけど、一つ羨ましいと思ったのはね、もうすでに彼女はですね 2,3 年前に引退してですね、年金で暮らしてるってええわー、国際機関年金良さそうやんと、まあそういう話でございます。はい、このワウコリアのですね、あれですね、アドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。